おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。たこ焼きです。見たわ。アメリカのですね、カリフォルニア州で、タコの養殖禁止法っていうのが成立しまして。なんでですか？なんでなんですか？理由はですね、知的な生物ということで、このタコ養殖禁止法ではですね、知的で問題解決能力が優れ、痛みやストレス、そして恐怖、それから社会的な絆を感じる生物だっていうふうに、タコのことを定義してまして、要するに、賢いから養殖して食っちゃダメだと。食うのはいいかもしれないけど。タコって賢いんですか？賢いっちゃ賢いですね。その賢いっていうのは、どういった感じで賢いんですかね？そこが線引きが曖昧なんですよ。例えば、人の感情をね、読み取ることができて、人が泣いてたら隣でね、寄り添って、ポンポンとか叩いてね、一緒に泣いてくれるとか。そういう賢さはないですね。ないですよ。そうですよね。だが、知的。ね、賢いって言われたかって。クジラ、戦争の次はタコ戦争だって。知的がいなかって、そうなんですが。ちょっとね、あれですね。オーストラリアなんかね、クジラは賢い動物だから食っちゃダメだって言ってるわけですが。今回は、養殖は禁止だと。ちなみにこの、カリフォルニア州ですが、アメリカでワシントン州に続いて、2例目です。このタコ養殖禁止。タコ養殖、もう皆さん嫌いなんですか？外国の方、タコが。どうせ食わねえよっていう連中が言うのはそうなんです。そう、嫌いなんだなと思いました。それもちょっと後でやりますが。それからですね、養殖時の閉じ込められた環境だとですね、タコは攻撃的になって、共食いをする傾向があると。それから成長させるためには、体重の3倍ぐらいの、動物性のタンパク質が必要となるので、水産資源の枯渇につながるっていう危惧も、明記されているってことですね。そうですか。で、これはカリフォルニア州議会で、超党派の賛成多数で可決されまして、9月27日に、知事が承認したということですね。で、実際世界ではですね、タコの漁獲量っていうのは、年々減少傾向にあるってことですね。日本も1970年代からですね、タコを結構な量輸入し始めまして、現在は日本で消費されているタコの半分がですね、モロッコとか、その辺ですね、モーリタニアとか、アフリカに依存してると。さらには、そっちでも、割と価格が上昇し、傾向にあるということですね。たこ焼きが危ないですね、そしたら。そうですね。そんなことかなってたこ焼き食べる。少なくとも、パイプリベラル勢より賢い。タコと牛と羊と、どれが一番知的なのか。ねえ。タコってアメリカでは意味嫌われて、デビルフィッシュって言われてます、ね。嫌われてますよね。嫌われてるっちゅうか気持ち悪くて食えないってだけですね。そんな基準で言うならバカは殺していく。そうなんですよ。逆言うとね。極論言っちゃうと、バカの動物は殺していいのかってなる。ねえ。そんなん言うと、猿なんかね。食べませんけど。すごい賢い動物じゃないですか。猿もね、賢い基準が、類人猿と、要するにチンパンジーとかゴリラとか、オランウータンと、そこまで言ってたらね。日本猿ってバカなんですよ。そうですね。イタリアの一部半島大陸の、沿岸部日本タコを食べられる。そうです。あと、スペインですね。そうですね。タコのペペロン、よく作ってるのに値上がりすると。そうですよね。タコはね、やっぱり、日本のタコなんか高いじゃないですか。明石タコの。明石のタコ、そうですね。ただ関西って言ったら明石のタコしか売ってませんしね。そうでした。ほぼそうですね。スーパーに並んでるのは。輸入物のタコなんてないですから。そんな素晴らしいタコ並んでました。輸入物のタコが、出回るのは、加工品なんですよ。そうですか。だから、さつま揚げに入ってるとか、
冷凍のたこ焼きとか、はい、そういったものには入ってるんですが、はいはい、生で出回るのは基本的に国産ですね。まあそうかもしれませんね、考えてみたら、あのルールとなってる、はい、ね、感じでパック詰めされて、はい、あれであのモロコさんとか書いてあるの見たことないと思います。ほとんど見てないんでしょうね、きっとね、はい、うん、じゃあいいかいいか悪いかちょっとわかんないですけど、生協の、梅酢タコが、ね、すごく値上がりして、なかなか買えなくなりました。 1.5 倍結構上がりましたね、 1.5 倍って。最近でも何でも高いですけど、そんなもんまで値上がりしてるんですね。うん、うん、バイが働いてる就労支援、施設は北海道産、あ、じゃあ水タコですかね。いいタコですね、大きいタコですね。うん、うん、あっちはね、あのマダコじゃなくて水ダコって言って、はい、すごい巨大なタコなんですよ。巨大そうですね、なんか想像しただけで、うん、はいはい、大きいですか、ね、大きいですね。うん、はい、で、それからまあ日本やスペインなどの、はいはい、伝統的なタコの消費国を中心に、はい、まあ、今研究進んでるんですが、はい、うん、やはりあの先ほど言った共食いとかですね、はい、はい、いろんな課題が残されてるってことですね。はい、うん、で一方でですが、うん、タコのその知性、はいはい、などを理由として、はい、まあ、一部でその保護の優先を求める意見も、はい、まあ、まあ実際これがそうなんですけど、はい、はい、その国際的な動物保護団体で、はい、コンパッション E ワールドファーミングっていう、うん、はい、ところがですね、はい、2021年ですね、うん、日本とアメリカ、うん、その他5カ国に対して、はい、タコの福祉を守る法律がないとして、うん、養殖技術の開発を停止しろっていう、うん、まあ、書簡を出したりとかしてると。そんなタコはね、何かあったんですかね、何かが。タコにまつわる何かがね。いやー、あのね、なんでそんなことになるのかわかんないんですけど、うん、うん、まあ、先ほども言いましたけど、はい、食わない連中がこういうこと言い出すだけですから、はい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 、ね、いらんからですよね。うん、いや、一回ちょっと食べてみたら、あの食べ方がおかしいんちゃうか言うてね、教えてみたいあの人たちはビジュアルがダメだって。ね、切ってね、何かに入れて食べるから、ね、アメリカ人とかわからんと食べる。タコをその伝統的に食べなかった人たちが、日本のね、例えば大阪の観光来てタコ焼き食うと感動して泣くんですよ。はい、美味しい美味しい言うてね、あれがあのキモいキモいタコかと。あのほら、誰でしたっけ、ハリウッド俳優、あの、はい、誰だったかな、はい、あの結構有名な方が、はい、日本に来て、はい、で、なんかスタッフに勧められてタコ焼き食って感動しちゃって、どれだこれみたいな、そうそうそう、あれ一番好きな食べ物はたこ焼きですとか言うよ、ね、そうなっちゃってる人いるみたいな。はい、次に、マダコくらいがグロくなくていい、はい、これ第二の、捕鯨バッシング、まあ似たようなもんですね。そうですね、ぶつ切りにしてオリーブオイルかけて食べたりするらしいですね、ギリシャの方。あ、地中海、そうですよ、地中海から取れます、ね、そういう感じですよね、なんかね、はい、うん、イタリア、スペインも、フランスもあの南の方食いますし、はい、またこのお刺身は、あ、美味しいですよね。 IWC がおっしゃったから、うん、次は、まあ組織が違うからわからないですけど、ね、またわけわからんだって感じ。もう、あれじゃないですか、タコを神的存在に祀ってね、あのビリビリを。バカじゃないですか。ハフアップさん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。タコは賢いなら、イカはどうなんだ。そうですよ。イカは賢くないんでしょう、ね。イカはアホなんですかね。日本からお酒やお金取りたい。まあそうですね。まあ皆さんがおっしゃってるように、クジラを次にしようって、感覚でしょうね。まあ国としてはそうなんですけどね。アメリカっていうところと、まあ、オーストラリアってとかそういうことを考えてると思います。うんうんうん、そうでしょうね。はい。だから、そいつらに金払ってるのが、国なのかわかりませんが、うんうんうん、はい。だから、グリーンピースでしたっけ、うんうん、グリーンピース。そういう団体ですか、捕鯨やめろって、捕鯨船に体当たりしてくるパターン。はいはい、今日もナンバーで外国人がタコ焼き食べた。そうですよ。何注文を食わせてくれタコほど福田じゃないみたいですね。シーシェパード、シーシェパード。シーシェパードか。はいはい。グリーンピースもいなかったでしたっけ、うん、シーシェパードね。うん、イカは、はい、体に対する、はい、目の大きさがすごくてですね。はい、ギョロ目ですよね。はい。はい、人と、まあ、同じぐらいあるわけですよ。割と、大型のイカになると。はいはい、そうですね。はい、このね、はい、イカの脳みそに対して、目の大きさがでかすぎると、はい、それから、その、感覚として、受けられる、はい、光の幅。はい。
人間ってほら赤外線と紫外線より外側の光線って見えないんですけども、はい、その辺は全部見えるらしいんですよ。あーそうですか、はい、それ見えたらどうなるんですかね。いやなぜ見えるようにされてるのかっていうのは分かんない。ただ深海にいるだけだったら、はいはい、まあ、あの光の届かない、ね、深海で、うん、まあ、周りが見るだけだったら、うん、まあ、ただ目がでかいだけでもいいんですけど、はいはいはい、まあ、非常にその色彩をあのかなりこう、つまびらかに見ることができるっていうのもあって、まあ、イカは、はい、これはあの全然本当は違うんですが、はい、その宇宙から、はい、何かを監視してる生物じゃないかとか言われることもあったそうです。そうじゃないですか。違います。いや今それもすごい今興味深い話です。その理由がないと、はい、この目をつけとく理由がない。年末年始にその話をやってもらってほしいですね。また反応しちゃうから24時間でやってもらいたいですけど。はい、グリーンピースの株組織か、うん、シューシェバーとかね、はい、最近弟が銀だこにハマってます。ね、銀だこも美味しいですけどね。関西のたこ焼きと違いますからね。それでもまあ美味しいのは美味しいですよ。美味しいよね、刺身も、うん、先生はもう魚介の中でイカが一番好きですから。もう私ね、あのお寿司もね、はあ、イカだけでいいです。先生とお寿司食いくとねめちゃくちゃ安上がりですよ。もうイカとかイカです。はい、またそれがうまいんですよね。そう、僕のイカ握り大好きなんですよ。とにかく美味しいんですよ。はい、でですね、知性が高い生物ですよね。はい、はい、はい、まあ養殖禁止っていうならですが、はい、その知性の基準はってなるんですよ。はい、はい、そうそう、一体何を基準にね、うん、タコは頭がいいと、うん、でそのライン線引きですよね。そうそう、はい、うん、でまあね、この法案の中にある社会的な絆を感じる生物だっつって定義してますけど、社会的なつながり、絆ですか。はい、はい、例えば社会的な絆を感じる生物だって言ってるんですよ、タコが。はいはいはい、言ってるんですけど、はい、でも遠吠えする生物じゃんと。はいはい、まあそうですね。そんな生物に社会性があるのがってなるわけですよ。いや、どこをどう見てね、社会性のある絆を感じたのかっていうのをお知らせしてほしいですね。ただのあんまり争いで喧嘩してね、勝った方がそいつを食っただけでしょって話ですよね。はい、もう全然わかりませんね。それから痛みやストレス、はい、恐怖、はい、ね、とかも言ってるんですが、はい、牛とか豚とかそんな感じですよね。そうですね、牛とか豚とか普通に恐怖とか感じるでしょ。うん、じゃなかったらね、はい、あのライオンとかに襲われた時逃げないでしょ。はいはい、と思いますけどね。地元はイカ池作りが、多い。あ、いいですね。いいじゃないですか。チョッカーの怪人、タコ男って、目がえらいことになりそうですね。って月刊ムーの世界。もうタコの代わりにイカいる。いやー、バレますね。タコはなんか、ゲノム解析すると通知も合わないくらい遺伝子数が、そうなんですか。ため池作りって、吸盤大丈夫なのかな。あ、だから、まあ、それはもちろん綺麗しますけど。はいはい。デビルフィッシュ。ね。タコが自分の足食うのはストレス。そうですね。あの、食べるんですか。そうそう。食っちゃって、はい、まあ、どうせまた生えてくるんですけど、はい、あの、いろんなストレスがかかった時に、はい、あの自分の足を食っちゃうって。食べきって、玉だけになってるの見てみたいですね。そうなると最後に1本だけ残ってて、最後に1本も食べてしもて餌が取れなくなっちゃうんで、あの玉だけになっては今足履いてくるの待ってねっていうタコに会いたいですね。もしそうなったらまあ、他の生物に襲われて終わりですけど、そうですね。植民地の住民を殺していたくせにアメリカ人まあスペイン人ですよね、タコ足ハイト、はい、イカ池作り、はい、欧米の、この理論は、ね、まあまあ分かりませんけどね、うん、私もね全然、うん、意味分かりません、うん、まあ有名な知能テストに、はい、マークを使ったミラーテストっていうのがあるんですね。はいはいはい、はい、うん、要するに鏡を使うと、はいはい、これはあの自分の姿であることを鏡で認識できるっていう風に、はい、できるのは、はい、まあ、知能が高い動物っていうことになるんですね。はい、はいはいはい、これをやるとですね、うんうん、ほとんどの動物というか、はい、ミラーテストをクリアした動物は、はい、4段階の行動を、まあ、取るんですね。まずは、はい、社会的反応をすると、はい、誰だこいつと、はいはい、仲間だなと、あ、はいはいはい、指先で感じるんですね。あるいは威嚇するとか、先で
委託するとか、はい、そういう行動を取ると、はいはい、でそれから物理的な意味での、はい、探査をすると、はいはい、ちょっと触ってもいないと、はい、鏡を、はい、だ後ろ見に行くとか、うんうんうん、して、はい、いないじゃねえかと、はい、で、はい、それをまあ反復しだして、はい、最終的には、はい、あこれ俺じゃんと、はい、いうふうに、はい、認知できる動物っていうのは、はい、まあ賢いと。あーなるほどね。はい、でちなみに、うん、このテストはマークテストっていうふうに言われてまして、はい、例えばその動物の額に、はい、なんかマークをつけるんですよ、はいはい、不自然なマーク、はいはい、それを、鏡を使って、うん、自分だと認識するとそのマークに気づくってことですね、はいはいはい、そのマークを気づいたら、はい、テストクリアしたってことになるんです、これは、はい、ちなみに犬でも心配します、はい、だってマークに気づいてるかどうかって誰がわかるんですか。そのマークをだからその鏡を使って認識して、うんはい、取ろうとしたりするって、ああそうカシャ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 やるってことですね、はいはいはい、頭だけの、頭が悪いとこそうですね、自分の足場が急患が吸い付きます、ねうん欧米の理論半日一択、うん、で、うんはいこのミラーテストに、はい成功した動物はですね、はいこれまでは大型類人先ほど言いましたけどチンパンジー、ゴリラ、はい、オランウータンぐらいですね、はいはい、その他の猿はまあ失敗してると、はいそれからアジアゾウ、はいイルカ、はい、シャチ、はい鳥のカササギっていう、はい、これだけなんですよ。あそうですか、はい、犬ですら失敗してます、うんうん、そうでしょうね、うん、覚えてますもんだって犬なんか、はい、タコも、はい自分の認識までできるんですがマークテストができないと、はいはいはい、でそれから言うと、まあ、タコなんてせいぜい寿命1年なんですよ。はいはいはいはあそんな早いんですか。長くても 2,3 年、うんうん、大型のタコで、うんはいはい、食って何が悪いんやとあまあねまあ命をいただいたらいいんじゃないですかね人間がはい、うんでまあ、先ほどから言ってますが、はいまあ、これの目的、はい、おそらくですが、はい、クジラみたいにもともと食ってないバカの、はい、バカ国がですね、はいまた適当にこう騒いでですね、はい、アメリカ産の牛を買えと、はいはい、言ってたわけです。牛が痛いって言ってるって言ってまして日本が言うって言うんじゃないですか。もうこうなったら牛だって恐怖は感じるし痛みだって感じますから、そんなに言い出したら脳波をつないでみましたで検査してみました。検査しなくたって痛いでしょ。本気でなんだっていうことですよね。尻ぶっただけは悲鳴あげるわけですから。そうですね。だからまあ、タコ食ってる、はい連中は、そんなのやめて、アメリカ産とオーストラリア産の牛肉買えつって言ってるだけです。まあ、そう言わんと一回タコ焼き食べてみたいですね。で食ったって同じです。金儲けしたいだけですから、まあね。そうですね。はい。鏡見たら、中東のテロリストそんな顔してんの。あ顔が濃い濃いやつ。そう、その辺あれですよね。あのヒゲのね、バーテンダーもそうです。ああ、そういう感じのお顔をされてるんですかね。結構濃いめのね、ビンラディン、ラディン。ウサマビンラディン。ウサマビンラディン氏みたいな顔でしたね。手のお母さん、あの手の顔好きなんですよね。ウサマビンラディン氏の顔が好きやって言ってました。あんな。はい。大きなしのぎの匂いがするな、クジラの次。まあ、多分、もう他にないでしょ、いろいろ。お前らだって食わねえだけだったら、ほっときゃいいじゃんってなるわけですよ。はい。まあ、食ってる国に文句言い出すってことは、そういうことですから。そうですね。まあ、はい。しかも、むちゃくちゃなね。文化ですからね。むちゃくちゃな理論で、そうやって攻めてくるわけですから。はい。でも、出来上がっちゃってますから、このたこ焼きなんか。こういう文化ですからね。はい。タコだって日本は養殖っていうのはほとんどあれですよ、海で取ってますからね、タコの食物の中にそんな狭いところに入ってますけどね。そうそうそう自分は昔みんなにガリガリだろ。いやどうなんですかね、やっぱり小犬の顔にはっきりした顔にヒゲって感じですよね。なんか儲かってるところを見るとなぜか変な団体がちょっかい出すのは、どこも同じですね。ゲーム映画もポリコレポリコレのところにひどいですね。今日祭りで来てた、キッチンカーのたこ焼き買って食いました。美味しかったし、いいですね。たこ焼きは大体どこで食ってもうまいですからね。よっぽどない限りね、犬は火が小さいな。はい、大阪に来てたこ焼き、食べなくていいよなんでもう食べなくていいよって感じ。都外人だってこと。はいはい、そういうことだと思いますよ。はい、ありがとうございます。そう
うですよ、タコが増えてね、大変になりますから。冷凍たこ焼き、ローソンのね、はい、冷凍やむちゃシリーズ、たこ焼き含めてです、はい、うまいですね。まあ、ね、手軽にね。ローソンのあの、はい、何でしたっけ、あの小籠包、はい、あれめちゃくちゃうまいですよ。あ、そうですか。はい、一回じゃあ試してみます。6個入りで安いんですよ、300円ぐらいと思いましたけど、はいはい。でフランスなんか、うさぎの皮入り、うさぎの皮入った、ですよ、肉屋でぶら下げてる、ね、うん、そうですよ、っていうかスーパーに売ってます。うん、肉屋にもぶら下がってるんでしょうけど、うん、スーパーにも普通に売ってる。スーパー行くと、うさぎさんの、はい、あの全身ですよ、はい、内臓だけ取ってて、はい、頭もついて目ん玉がついてるやつが普通に売ってます。はい、はい、僕結構ウサギの肉好きなんで、はい、ちょっとあの独特な匂いがあるんですけど、それ獣臭ですか。獣臭よりは、まあ、ウサギ独特のほんと肉の匂いがして。あ、そうですか、はい、あのウサギのパイ包みなんかほんと美味しいですね。あ、ですか、はい。はっちゃんど、はっちゃんどってたこ焼き屋さんかな、うん、冷凍たこ焼きは止まらなくなって一袋食べちゃう。あら、すごいやないですか。タコマサタコ、それは大阪で連れてくる、大阪で連れてきてってやつですね。今月、はい、近所にローソンオープンしたので嬉しい。いいですね、便利ですね、近所にそんなオープンして。フランス怖いな、可愛いウサギが食べられてる。ウサギはそもそもね、げっ歯類なんで、はい、繁殖力が強くてですね、はいはいはい、で餌もそんなにたくさん必要ないんですよ、はいはい、って考えると効率がね、あの鶏に次いでいいんですよ、はい。まあ、そうですね。じゃ日本はね、多分国民感情的にウサギを食べるっていう、まあ、文化もなかったんですけど。鳩とかですね。うん、まあ、鳩野鳥だったんですけど、うんうん、その、養殖というか、うん、あの、畜産動物で、ヨーロッパっていうのは、うん、鶏、ウサギ、豚、牛みたいな順番なんですよ。まあ、その間に羊とかヤギとか入るんですけど、うんうん、まあ、あの、効率がいいと。うん、早く育つ。だから、うん、ネズミじゃないですか、言うたらでかい。うん、はい。で、子供たくさん。でかいネズミ。子供もたくさん産むし、はい。はい、はい、育つのも早いしっていうので、うん、はい。食肉としてはめちゃくちゃね、ポピュラーなんですよ。うん。はい。まあそうなんでしょうね、きっとね。だ日本でも作ればね、めちゃくちゃあれなんですよ、効率いいんですよ、あれ。あ、そうですか。豚よりも多分味はいいですし、はい、そしてあのヘルシーですからね、うん、油も少なくて、はい、ワイ好みのたこ焼き屋が少なくなって寂しいです、顔はカリカリ、あ、それ銀だこですね、うん。過食部、はい、葛飾区の、水元公園は、野良ウサギ、野良ウサギなんかいるんですか。いや、あのね、いや、あのね、はい、山間部にあるサービスエリアとかなんかめちゃくちゃいますよ、野良ウサギ。かわいい。稲葉のね、白ウサギとか言うぐらいで、はい、日本って古来から、はい、あの、ウサギがいて、はい、で、あれは獣じゃないっていうふうな認識だったの。あの、二本足でぴょんぴょん跳ねるんで、はい、だから鳥っていうふうに言って、はい、食べてもいい動物だったんです。だから昔の人はウサギ食ってたんですよ。ちょっとウサギはかわいいですね。四本足の獣はね、はい、あの、食っちゃいけないっていう、はい、あれがあったんですけど、はい、あの日本足で跳ねるんで、うん、鳥と一緒だよっつって食べてたんです。あ、そうですか、はい、いや、なんかちょっとね、うん、ウサギさんっていうイメージなんで、そうだから、そういうビジュアルで決めてるっていうのが、まあ、僕はおかしな話だと思いますよ、うんうん、それ言っちゃったらね、タコは気持ち悪くて食えないって言ったらあいつらと一緒ですから、うんうん、まあそうですね、はい、だから広島のウサギ島、一時ウサギさん、ウサギすごく、なんかありますね、ウサギだらけの島、さえすぐ増えますよ、うん、はい、死にたくなかったでかいネズミ。ウサギは1割2割って書いてますね。でかいネズミ発言はすごいです。なんか、ちょっと、って思いましたね。なんて、ゲッシュリー。まあ、そう言われるとね、はい、そうですけど、はい、昔めっちゃ食われてたら、そうですよ。平安時代くらいの古典の献立の資料に、ウサギ肉あります。あ、そうなんですね。うん、革製品もそういう意味では、やっぱりウサギが主流だったんです。はい、馬とか牛の皮ってのはすごい高級品だったんです。そういえば前私言いましたけど、ウサギの皮の毛が、ウサギの毛皮をね、うんうん、買いましたね、そういえば。ヨーロッパの古着店で。はい。騙されたやつですけど。まあ別に。はい。1枚ぐらいで。いいんですけどね、だから。うん、そうそう。だからまあ、僕はね、全然ウサギは食べて美味しい。うん。はい。はい、見た目、まあ、皆さんね、うん、かわいそうだって言うかもしれないですけど、うん、それ言うんだったら、
クジラもね、牛だって全部かわいそうだから、ね、そう言い出したらそうですね。そう、そう言って言ってるで、ちょっとあんま変わんないですね。小学校の校庭にノウサギ来てました、うん、女たくさん落ちてました、うんうん、そんな可愛いことってあるんですか。いやもうそういう場所、地域はそうですよ。校庭にウサギなんか来たら大騒ぎですよ。僕ね、車でね、どっか行った時に、確か東海地方、愛知かどっかのサービスエリアやった時に、はい、だから海の近くだったんですけど、はい、そこはあの結構その丘になってて海が見下ろせるような場所で、そうですか、芝がすごい広がってるんですけど、野良ウサギがめちゃくちゃいましたよ。ちょっと結構でかいよ。かわいいですね、うんうん、犬も食えばええんや。キャー文化的にそれは無理だね。縄文時代から何でも食ってた日本人、さすがにでも犬猫は食ってないんですよね、日本人は。あ、まあ、ペットとして飼ってたり。それ言うと、まあ確かにそうなんですね。それ言われると確かにそうですね。野良ウサギは未だに見たことない。ビジュアルで食べられないんだろうけど、犬は、可食部、少ねえらしいですね。猫も。なんかね、あとやっぱり、犬と猫は臭いらしいですね。あー、そうですか。はい、あ。食べたことないんでわかんないですけど、恐ろしい話。向こうの人たちってやっぱ臭い肉の方が需要競争がつくっていう風な、まあ、気持ちなんでしょうかね。臭い方が好きっていうことですか。ウサギはね、臭いっていうよりほんと独特。これはウサギしか出ない匂いだなっていう匂いなんですけどね。あ、そうなんですか。猫は悪が引いた、すごいのか。まあでもあの外国の方なんかはね、そういうちょっと匂いきつめのものが好きそうですもんね。うんうん、まあ代表格がアリスキャンディですね。ああ、なんだこの匂いっていうやつが美味しいと感じるみたいなんで、確かに雑食性はそうかもしれないね。ネズミも雑食性でやっぱり食べられないですもんね。犬は米を詰めて丸焼き、ちょっと誰焼きですね。薩摩の方で何そのやつさ。そうですか。浜住んでたガキの頃、はい、天竜川堤防沿いで野良ウサギいました。やっぱりそういうとこにもね。京都はヌートリアって言います。ヌートリアもね、あれね、草食性の動物なんで、はいはい、食べてる人いるんですよね、YouTuber で。はい、なんか、琵琶湖とかにいそうですね。琵琶湖とかある、カモあります。はい。うん、そうなんですか。うん、だけど、カモにいるんですか。いるんですけど、はい、なんていうんですか、はい、アライグマみたいに、はい、そこら辺の動物を食うんじゃないんですよ。はいはい、草を食う、はい、要するにウサギ、川辺にいるウサギみたいなもんなんですよ。うんうん、はい、なんで、肉もね、臭みがなくて、すごいいいらしいです。そうですか。あれこそでかいネズミっぽいですけどね。うん、いや、でかいネズミですもん。そうですね。はい、臭い肉食べてたら体臭もきつく、臭くなるのかな。肉を食ってると臭くなるんですね。はい。私の言では、赤い犬が美味しいとは。あ、これね、確かね、中国、韓国の方の、はい、はい、犬鍋に使うのは赤い肉の方、犬の方が。チャウチャウみたいなやつですか？いや、茶色い犬です、だから。あー、そうですか。チャウチャウ茶色いです。あれ、毛の色でしょ。中国の肉じゃない、犬って言ったら、もう、チャウチャウしか思い浮かばないんですけど、ね。あれ、中国の犬なんですか、チャウチャウ。チャウチャウは中国犬やと思いますよ、確か。ちょっと今、救急車来てますんでね、はい、ヌートリアは、ヌートリアは、クソでかいネズミ、そうですね。代わりに、草だけ食って。毛皮持ってるって言いました。そうそう、日本軍の、はい、兵隊さんに着せる、冬場用の、はい、ちょっとすいませんです。めっちゃ来てる。また隣じゃないですかね。え？隣？甘いみたいに。スターのね。甘いみたいに。ちょっと怖かったですね。怖かったあのね、このね、配信の部屋を出てね、エレベーターに向かったら、そこのね、横の部屋に、血だまりができたんですよ。そうです。このね、廊下にね。前回近い、もうずいぶん前ですけど、うん、救急車来ましたねって、近くに止まりましたねって話してたじゃないですか、配信中に。その時にね。その配信終わった時に、廊下出たんですよ、ね。また、隣ぐらいのね、うん、おじさんやったりして、ケラケラって言ってたんですよ。そうそう、配信中にね。ほんまにね、出たらね、廊下に50センチ直径、血のりがダーって。直径50センチぐらいの、本当に血のり。うわーって。やってないです。先生、じっと見てます。はい。何見てんのかなと思って、先生が床じっと見てるから、
押し黙っちゃって、はい、で僕が見たらもう血だまりです本当に。ねえ恐ろしかったですね。でしかもその部屋が開いてて中見えてたんですけど、うん、怖かったです。でも事件発生ですよ。もう雑居ビルですよこれが。やっぱり雑居ビル、雑居ビルです。恐ろしい、まあね、そういう恐ろしいこともたまにありますけども、そうヌートリアはその、はい、兵隊さんの毛皮用に入れて、うんうんうん、え必要なものだったんで、まあ、うん、逃がしたら増えちゃったんですね。ネズミ残的に増えていったんですね。本宮博士氏、博士の、はい、天地を喰らうでも赤いのまま言って描かれてた、はい、巨大なチャウチャウが、前、近所にいてごらん本当にね、事件っていうか多分すっ転んでね、なんかどっか強打されたんじゃないですか。あのヨボヨボのおじいちゃんなんで、うん、多分ねエレベーター降りたあたりフラフラーってしてね転んで、うん、ってドアラムかなんかに頭ぶつけたんちゃうかな、酔っ払ってね、はい、ドーン焦げてんちゃうかなって思いますね。そんな感じだった、不満な種類じゃなかったですね。アンチャの勝ち越しそうだね。ヌートリア害獣扱いで狩りの対象です。YouTuber の人はね、割と買って食べてますよ。そうですか。はい、京都はほんとそのまま放置されてますけどね、うんうん。あまり食えないんですよ、京都のヌートリアって。ねえ。何かなんかやってるんですか、何かはね。何もやってないです。だから、あそこのヨモギ食って終わりです。あいつら。双葉、三個、あそこの鴨川に。そうだ、取り合いになってるんですよ。ヌートリアと、そういう取り合いになってます。双葉の豆餅ってあるんですけどね、あの、鴨川のところに。で、あの、草餅よね。このね、あの、ヨモギと鴨川のヨモギを使ってるらしいんで。そうそうそう。取り合いですね。ネズミと。はい、去年2件隣パトカー2台、救急車はしご車まで来て、もう刑事ドラマのようでした、まあ、庭で、草むしり一部始終見てました。もうちょっと火曜サスペンス劇場みたいなね曲が流れますよね自分の中でうわーダメよ一旦ちょっとこの話題閉めていいですか、はい、はい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 ってことでした。はいはい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。